一ヶ谷刑務所はかつて存在した日本の刑務所である。1922年までは東京監獄と呼ばれていた。近接して別に一ヶ谷監獄があった。1903年から1910年の間、両者が並存していたことになり、しばしば混同されてもいる。東京監獄のルーツは皇居近くの単野橋にあった警視庁単野橋監獄所である。 1903年に内務省から司法省に移管され、東京監獄と解消。同年6月、東京駅建設のため単野京より、東京市牛込区市ヶ谷富久町に移転し、同年7月1日より事務を開始。1922年、市ヶ谷刑務所と解消された。当初は未決集を放置し、裁判所へ送置することが主な目的であったが、 その後、帰血衆を収容するに至り、死刑囚の習慣と処刑も行っていた。当時の文献類で、市ヶ谷の未決館等とあるのは、東京監獄のことである。1937年、菅も刑務所の跡地に移転し、その際に東京拘置所と改称された。長井家風の作品に、監獄所の裏とあるのは、東京監獄のことである。大杉久氏は、 東京監獄の未決官の階層を獄中期に書いている。三島幸夫の北条の海第二巻本場で主人公の犬間伊夫が収容されるのも市ヶ谷刑務所である。市ヶ谷監獄のルーツは天馬長老屋敷である。1875年、日本橋の古天馬町より市ヶ谷に移転、市ヶ谷谷町州国役所として設立された。位置は、 現在の新宿区市ヶ谷大町すべてと住吉町と副町の一部であった。後に市ヶ谷監獄と改称。また、1903年に内務省から司法省に移管された。1910年に豊玉郡野型村に移転し、豊玉監獄となった。現在の靖国通り住吉町交差点から市ヶ谷大町へ上る坂は、 一ヶ谷刑務所への入り口であり、刑務所通りと呼ばれていた。現在の坂は住吉町交差点から見て、右側に元々の道幅の役倍の幅に拡張されている。現在の坂の中央部から左側が元々の刑務所通りにあたる。刑務所跡地の一部は現在副町児童遊園となっており、 公園内の軽視者遺霊碑が立っている場所に処刑場があったと言われる。石踏みは1964年日本弁護士連合会が建立したものである。ありがとうございます。